皆さんこんばんは。エコイズム2011プレシャスワン、あなたはとても大切な人、始まりました。よろしくお願いします。今からとヤンキーバンジョン、ヤンキーヤンキーバンジョンで行きます。いや、イエーイ。またこれ行きますよ。またこれ入っちゃいます。入っちゃいます。じゃあリナさんお願いします。私はトイレアッサアラスコアッサアッシャーイチゴのマッサアッシャッサッサッサアッシャーっとあのカーナーです。よろしく。私はパイナップルの方です。よろしく。と続いて3人と休んでる人はエンスよ。とオレンジのゆなちゃんと、とさくらんぼのみゆちゃんと、とライチクエラのみやびちゃんがお休みしております。とそこでその3人に代わって3人今日のレッスンに遊びに来て、稽古室に来てる人がいますので自己紹介いっちゃいましょう。ゆいっちゃなよ。お知らせがあっすよ。12月の12日にまやちゃんが PV に PV の撮影があったんですよ。撮影があったっす。関西弁ヤクザっていうヤンキーっていうより関西あたすよ。と、それに、ね、私と、ゆいちゃんが、手伝ったんすよ。そして、もう一つ、12月の15日に、まやちゃんの、まやちゃん、ジャケット撮影の VTR が、ジャケット撮影があったんすよ。あったんすよ。いいっすね。じゃあ、その二つの感想いただけますか。よし、よし、よし、くし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 。撮影の、例えば、歌ばっかり歌ったのと、とても楽しさ。はい。例えば、いや、ペーパー。いや。撮影は、はい。お尻が痛かったです。お尻なんそう、座ってたんで、でも正座がしばらくお尻が痛かった。お尻を強調してとっても痛かったの。足が滑れた。アンドなんでなまっとる。アンドアンドアンドお尻が痛かったの。ありがとうございました。聞いてきてる。乗って You 乗っちゃいなよ。 You 乗っちゃいなよ。 Yeah 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 Let's go。 何やる。乗ってます。ゆいちゃん、じゃあ、PV の撮影の手伝いがどうでした。いや、なまっちゃってるね。どうでした。ヤンキーじゃなくてどっかのね、外国人、日本に引っ越してきた。とたくさんの場所に行って撮影を撮るのが大変だなと思いました。イエーイ。いいね。行っちゃいなよ。うちうち顎がしゃくれてるけど。うちはうちは最初からいたんですけど、
まあいろいろとあって、あ、そう、まあいろいろあって、どぶに突っ込んじゃって嘘非常に食べられたの食べられてないで、さっきもなってたじゃんと、それで、あの VTR をあの今からご覧するんですけど、ご覧するの、ご覧するんですよまあいただくんですけどとそれでわかると思うんですけど、まあ、私あの、まま、丸太みたいな、まあ、お楽しみの、ま、丸太巻き、いえ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 、バー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 やったんすよ。そしたらで降りるときにまあいろいろとあって、いいとこ取っちゃったんすよ、ブッてなったんすよ。そうなんすよ、ブッブッ、なんすよ、いや本当に降りてきてブッて足肩を直すから座ったんですよ。今日は番外編、それも用意してますよ。降りてきて番外編と、その番外編 の, あの VTR があるんで、番外編から行く、え、どっちから行きますか。どっちでもいいっす。番外編っすよ、番外編から。え、でもあ番外編編編編てこっぴー、あの企画倒れって、何ファイル名は、ビデオ名は企画倒れって書いてじゃ あ, あのその、はい、企画倒れ、企画倒 れ, 企画倒れ の, あの PV の VTR からいきます。はい、イエイエ、カメラに向かってください。では、せーの、 VTR スタート。話でも真っ赤で、こえ、こっち、こっち赤いの、あ、
もともと失礼いたしました。失礼いたしました。謝りなさい。どんな謝りでしょうに。ないでしょうに。気を取らせて。やけバージョンでお願いします。今痛そう。全然痛くない。意外とここって痛くないんだよ。細胞が死んじゃう。そうだよ。細胞ってね、一回叩くとね、何個死ぬと思う？知らない。つぶやいて、つぶやいて。はい。じゃあ、うん、よし。ちょっとね、ほんと、苦いかで。苦いか？苦いかで。ほんとっす。うちも行ってますですね。何やったんですか？いや、ちょっと、筒のに行っていました。あ。おばちゃんちに。あ、そっちですか。ここだと思いましたね。おば、おばちゃん。ちゃん。おばちゃん。おばあちゃんじゃなくておばちゃん。おばちゃん。おばたん。次。じゃあ次。花ちゃん。いいですか。私もやっぱり行きたかったっすね。何やったんですか。何やったんですかね。何があったんですか。12月の22日。22? 22月の12日ピアノ発表会ですよ。ピアノ発表会。いや、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 どうだった？いや、いや、いや、見てて。面白かったでも何でもかんでも、いや。うん、いや。面白かった？どこが？キャ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 、言い過ぎた？あ、ごめん。何？まあ面白かったか。面白かったぞ。言っちゃね。言っちゃね。Yeah. 行きたかったです。行きたかったよ。行きたかったよ。言っちゃね。何があった？何があった？買い物だったよ。買い物だったよ。買い物だったよ。OK。じゃあ次にゆいちゃん。違う？まあ、違う。そうか、行ったわ。行った。最初に。じゃあ、本ちゃん行きますか、本ちゃんの、まやちゃんの、素晴らしい本物の、ジャケットの、ジャケットの、あの、撮影の、VTR や。ジャケット。ではありません。ジャケットではなくて、音でかかってる BGM はまだプリプロ版。ジャケットではありません、ジャケットです。まだ仮のやつね。23日に今回商品としての完成、音源が完成していきます。来週。はい。で年内中に配信がされます。みんな買ってください。買います。買ってください。じゃあどうぞ。では VTR 行きましょう。いや。いや。じゃあせーので、 VTR。
We'll be right back.
今からはヤンキーはもう終わりっす、終わりにします。ありがとうございました。どうする。では26日の老人ホームのボランティア行為のちょっと練習しようかね。はい。でちょっと用意がある子、ほのかはトランペットじゃ出せる用意しとってもらおうか。はい。じゃあ、後でマコもそれ歌ってもらう。で、なんかさ、頭からさ、面白いやってみたいとこだけちょっとピックアップしてみようか。あれ、赤トンボ、赤トンボ終わって、ウサギとカメとかやってみたいんだ。次のカメやり。次やる。カメやり。ウサギとカメ。じゃあ、あれじゃない。サワープロデューサーにもちょっと手伝ってもらいながら、じゃあまず最初にサギとカメさん、サギとカメのじゃあ赤トンボの終わりぐらいからやんなきゃわかんないから、どう、はずみ先生、はい、構成どうですか、何しますか。あ、いいと思います。え、いいと思います。ウサギとカメ、え、ウサギとカメの出だしから、あ、出だしからいこうか。はい、じゃあ大きな声でやりすぎるとね、音が割れるんで、はい、注意しながら行きましょう。はい、あ、そっか、はい、ウサギとカメ、じゃあ、なんだ、あれが終わりました、赤トンボが終わりました、終わりました、で、拍手もらっております。森のクマさんもやりたいね。やろ、yeah.
ハモるとか。おさあ勇気いりますね。ハモリこれで、ね、ハモリの中のカッコ悪い工場の低い下いずこ高いパートの人がみなちゃんと高い最後だけちょっと練習しようか。今ちゃん顔まで相談2番のさっちゃんはねバナナが大好き本当だよのところの名前を誰にするか決めてて、老人ホームの時にはおじいちゃんやおばあちゃんにバナナ好きな人って言ってそれで指名していくんですけど、それを今からツイッターに書いてある。ダメ、翔ちゃん、あ、じゃあタイムラインに入ってくれてる翔ちゃんでしょうか。翔ちゃんでしょうかに、するっていうふうに今話、話で、はい、OK、じゃあ行きます。はい、Q ワードちょうだい。一人見るとこは誰かが適当にやって、まやちゃんとな。はい、はい、じゃあ、さっちゃん聞いてください。言うんだ本当はね、だけどちっちゃいから自分のことをさっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいな、さっちゃん。そう、じゃあ次にバナナが好きな人手を挙げて。はーい。お名前は何ですか。庄司です。庄司です。じゃあほのかちゃんいい。じゃあ翔ちゃんでいきます。
次はまだ時間あるかな、あ、まだ大丈夫。次何行きますか。カラス7つのことか。リサイ歌えるか。みんなちょっと、じゃあほんと、あずみとリナがフォローしてあげながら、後ろオフマイクでな。で、リサもせっかくだから、番組出てるから、リサもじゃあやろう。小さい秋、一番だけ。小さい秋、ちょっと。じゃあ、小さい秋。はい、これはリサと、あの、あれだね。アンジちゃん。ありがとう。今じがありがとうだ。どういたしまして。どういたしまして。リサ、大きい声で、大きい声で、マイクは大丈夫、お近づけないで、大きい声出すので、はい、誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた、目隠しはい、次どうぞ。構成演出か、はい、やりたいやつはありますか。森のくまさん、じゃあどんぐりますか。森のくまさん、ちょっと待って、どんぐりころころ7つの子、何つの子もいった、7つの子、カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょうか、かなんでやねん。ではもう一度撮り直して、それちょっとネタ面白いからさ、ちょっとちゃんと仕込んでやろうよ。これあのあれでしょ、あずみさん笑い言ってはなかったかって言うでしょ。はい、あと練習しましょう今日。はいはいはい、じゃあこれはじゃあ今練習します。 OK、 あとでな、はい、あとで練習しましょう。はい、で次は森のくまさん、森のくまさん、じゃあ、はい、あずみチーム、ディナーチームでやりますか。あずみチーム手あげて、はーい、あずみチーム手あげて、はーい、はい、じゃあここだけ、まあいいや、あ、2人だけだっけ。あ、ゆいちゃんも、うん、違うよ、ゆいちゃんも近くに、あ、いたいた、ゆい、私の横にいたわ。じゃあ、あずみの方が先ね、
ガンミでお願いします。ガンミでお願いします。綺麗。どうする？あ、いいよ。ありがとうみたいな。これをまことまやちゃんがさあ今企画をみんな見てんねん。で他のみんなはみんな虫で、まやとまこが演劇っぽくやる。はい、じゃあどういうふうな感じです？あーれまつ虫が泣いて。チームかに分けてさ、うん、あれ松虫がこうやってこの 丸虫じゃん 松虫チームがチンチロ泣くとか、まあ、いろんなさ鈴虫チームがリンリン泣くとかなんか形とかも。でも他全員の虫でいろんな虫がチンチロチンチロチンチロって適当にみんながあちこちでなんかやっても面白い。いろんなさ、なんかただ言うだけじゃなくてこうやってなんかやったりさ、こうやってやったりさ、こうやってやったり演劇大賞リサ、自分チンチロチンチロチンチロ。松虫ってどういう虫？だってそんな関係なくていいでしょ。松虫はチンチロチンチロ鳴くやつ、うん、チンチロ。私は分かんないけど。オスカール、アンドレ、もうベルサイユ。終わってから練習。よし、ちょっと練習。それではでは夕焼け小焼けマコでほのか。トランペットね、トランペットはさ、じゃあさ、どうやってやろうか。マイクをちょっと危ないね。うん、ほのかじゃあね、ちょっと外れてもらおうかな。マイクこっち側でもいいよ。壁に向かってみた方がいい。壁に向かって。よし、ちょっとほの音はほのかです。マイクはちょっとあのカメラにないけど、はい、トランペット、うん、はい、どっちから、まずは順番で順番通り。え、どういう曲だっけ。夕焼け、夕焼け小焼け、あ、そうだったら好きかな。違う違う、夕焼け小焼け青か。今マッコどこ行ったの今。私ラッチもそうだ、赤トンボ歌ってた。だって似てるじゃん。あれ、音調整。あれ忘れた、ま、ほのかどこだったっけ。えっとね、ちょっと吹いて、夕焼け小焼け。ゆっくりで、はい。暮れて山の
これはカップ。今のカップ3って書いてあったってことだと思う。じゃあ次、ふるさと。ふるさと。今まで一番高い。手先美味しいって意味。美味しい。で稽古で先にやってから行くから。てか原稿紙1枚でいい、あの1枚ぐらい、あのもう短くでいいよ。おじいちゃんおばあちゃんに、はい。おじいちゃんおばあちゃんたち泣いちゃいそうなんか。で最後、じゃあまだ違うよね。じゃあボーダレスとプレシャスワンで、はい。ラストちょうど。で、はい、ボーダレス。そう。振り付け？あ、ごめん。プレシャスはハモれる子はハモって、ハモってみて。はい、いきます。私多分下と上、混ざっちゃうかもしれない。私もよく、もし分かんなかったらいいよ。じゃあ、これやろう。まやちゃん、これは2曲ともまやちゃんのキーワードだけちょうだい。ボーダレス聞いてください。ボーダレス聞いてください。ものがなかった昔、私たちは
星を飛び回ってた。国の彼方から泣く声が聞こえてるのに、私たちはいつも気づかぬふりをしていた。誰もがおかしいなと気づいているのに、そう誰も知らぬふりをしていたんだ。イエーイ、ボーダーレスピーも私たちに自由を、笑ったり泣いたり慰めあったり、ボーダーレスピーも私たちに平和を、そんな時をもう一度取り戻したい。国境というちっぽけなものがなかった昔、私たちはいつも手をつないで歩いてた。誰もが心の中では求めているのに、そう誰も勇気を出さなかったんだ。イエーイ、ボーダーレスピーポー、私たちに自由を、笑ったり泣いたり慰めあったり、ボーダーレスピーポー、私たちに平和を、もう一度取り戻したい。きっときっとできるよね、夢見るように生きてゆこうよね。えみんな見に来てくれたよ、堀さんが。プレシャスワンだからさ、画面向こうでさ、ハモってもらえばいい。タモリルコはハモってみて。プレシャスワン。振りもするって。ああ。こうやってね、こうやって。いい？はい。いい曲だね。いい曲だね。誰が？この曲。私がいるよ、私。
のそばあなたがいるね。生まれる前からそう互いに感じてた。あなたのそば私がいるよ。私のそばあなたがいるね。あなたに会えてよかった。107人でございます。すげえ。さっき虫の声が立ったら辺から105人になった。よかったのかな。よかったな。はい、100人超えたら OK です。はい、です。じゃあ、次の予定は今からは今日は、泊まれる子は泊まって合宿ファイト練習で、明日お昼までで、次は、
23日の広報番組でこの楽曲が、完成 で次の25日のクリス、来週のプレシャスワンはクリスマス特別企画で、なんか気いいよし、このちょっとクリスマスの歌とかもアカペラでかっこよく歌ったりしようよ。あとで練習する。気いいよし、それね、ちょっとコードちょっとこの夜、まあクリスマスのお楽しみで、はい、あ、そうクリスマスの楽しみで、あの帽子とか持ってくるから、そうカチューシャとか、なんかテレビ番組パソコンの前でみんなもこうやって歌っちゃうみたいな、うん、でそのもう一回、じゃあみんな来週はあの用意しとるよ、用意しとるよ、買わなくてもいいです、手作りで作っちゃう、あればかぶって、あのこうやって、あの衣装もあれば着てもらう、うん、あればです、もう一緒に盛り上がっちゃって、一緒に雰囲気を楽しむ、雰囲気を楽しむ、待ってください、一緒にいるみたいな、じゃあそういうことだ。で25日もじゃあキビラにも初めて配信用のやつと、今回ね、2曲まとめて買ってくれた人には特別に、子供地球サミットの時の写真と、であと、まえちゃんが描いたイラストのやつとか、2曲をまとめてアルバムで買って、2曲だけだけどね、買ってくれた人には特別に、それがついてくる、付録でダウンロードがついてくる。じゃあ皆さん、ね、買ってください、買ってください、はい、一人なぜかじゃあ、ということで、ちょっと、ん、あとタイムラインちょっと最後に、あ、はい、タイムラインはもう、今日はもうあれだ、もう堀さんだ、堀さん、時間はでも過ぎちゃった、あ、ごめん、やばい、3分、はい、よろぴくね、よろぴくね、キーボード持ってきてくれるから、忘年会お願いします、忘年会はなんか26日の、そのボランティア公演終わってから何時かですね、6時、6時から7時半までまず音響バー用意して、みんなで歌とか一人一芸、え、あとで言うね、一芸歌とかそれを、うん、こっち側に弾いてあげる、でちょっと目立って、でそれから次は肉体、うん、肉体、はい、肉体で子供たちはそこで終わり、なんで、うん、そうなの、野菜のにすれば、そうだ、野菜もあるよ、肉じゃなくて、やベジタブルタイムと肉タイム、そうベジタブルタイムな、よく知ってる、ということで延長しました、やばい、リサがいるからもう終わる、ファイ、はい、ファイ、それではファイ、はい、どうぞ終了タイム、じゃあ、あれでと今から、うん、まあ、じゃんけんをするので、なんでそれ、なんだ画面の向こうの、はい、で方々もやってください、一緒にじゃんけんをしてください、最後のバイバイタイムにもやるので、みんなに勝ったら超ハッピーになれますと思います、じゃあさっき決めた、はい、では行きます、来週もまた見てね、じゃんけんポン、うー